イヤホ。私を部屋に呼ぶなんて珍しいわよね。誰かに見られたら、その困るんじゃないの？その必要性も相当薄れてきた。私と清高の関係、ちょっとずつオープンになってるわよね。問題なし？全く問題ない。平田のこともある。クラスの内情が知りたい。それ直接会って話さなきゃならないこと？直接会って話す方が分かることもあるだろう。ふん。その前に、今日誕生日だろ。ちゃんと分かってたんだ。中見てもいい？ああ。うん、ネックレス？てかハート型だし、友達に送る？普通これ高かったんじゃないの？安くはないな。2万そこそこか。高っ。通販サイトで女子高生プレゼントランキング1位と書いてあったのを選んだ。あんた頭いいのに、そんなとこはちょっとバカなんだ。そうなのか。女の子ならアクセサリーは自分で選びたいもんなの。はっきり言って100点中10点くらいだからね。菓子折りの方が良かったか。それなら15点。鏡ある？あると思うか。はあ、思った通りハートはちょっと子供っぽいかな。不要なら置いて帰ってくれ。だけど私の素材がいいから何でも似合っちゃうってのはあるわよね。一応もらっておいてあげる。それならそれでいいんだけどな。